こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。馬毛島を購入する予算として160億円もの資金が投入される。これは以前から計画案があり、防衛省は売買契約に向けた確認文書を交わしたことが公表された。これに野党が不透明な価格設定と追及している。だが、この馬毛島は大事な島という位置づけが防衛省としての大きな計画が出ている。馬毛島の所有者である開発会社内に問題があったのか、代表が交代するという事態が起きました。その結果、一度は期合意した売買交渉ですが、防衛省にその交渉を打ち切ると通告したといいます。現時点では、馬毛島の去就は未だ決定していない状況なのですが、2011年日米両政府が取り交わした文書には馬毛島とはっきり、明記されていますから、今後の動向に注目が集まりそうです。その計画とは、無人島の馬毛島で何をしようと考えているのか？それでは少しだけ見ていこう。東シナ海に浮かぶ大隅諸島の中の一無人島に過ぎない馬毛島が、政府の防衛計画をめぐる争点として大きな注目を集めている。行政的には鹿児島県に属する馬毛島は、種子島から西に12キロほど離れた沖合に位置しており、住所上では種子島の西の表市の一部となっている島だ。この馬毛島は以前は入植者もいたものの、島内に河川がないこともあり、耕作には不向きな条件の島であり、1980年を最後に無人島となった経緯を持つ。先頃からこの馬毛島がにわかに報道による注目を集めることとなったのは、防衛省が馬毛島を買収し、軍事施設を置く方針であることが明らかになった。ためである。無人島となっていた馬毛島は、総面積 8.2 平方キロの大半、約 99% を、東京に所在地を置く開発会社が所有しており、同社と政府との間で売買交渉が進められてきた。2019年の1月には、売買額160億円で、開発会社と政府の両者が大筋で、合意したとの報道がなされ、仮契約と揉めされる確認文書が取り交わされたことも公表された。しかし、事態は、その後すんなりとは進展せず、開発会社の社長交代劇などを経て、政府が目指していた2019年3月の年度末時点での売買交渉成立とは運ばなかった状況だ。一部野党議員からは160億円という金額の是非について政府を追及する声も上がっていたが、当初は政府も馬毛島の価値を45億円と見積もっており、確かに上乗せした格好だ。45億円と160億円では実に3倍以上の開きがあるが、開発会社の言い分は、島に飛行場を建設するにあたって発生した工事費用を含めた金額だったようだ。この開発会社の内紛や買収額の件はさておき、政府が馬毛島を入手して実現しようとしていた計画とは、いかなるものであったのか。その購入目的は、現在、硫黄島でアメリカ軍が実施している航空母艦艦載機の陸上滑走路を用いた離発着訓練、
いわゆる FCLP に使用するものだと説明されている。この FCLP とは、わずか300メートルほどしかない航空母艦の甲板で、離発着するための航空機の訓練であり、航空母艦が入港している際に、代わりに地上を使って行うものだ。いわゆる、タッチ&ゴーと呼ばれる着陸しては離陸する動きを、反復して行う飛行訓練としてよく知られている訓練手法だ。厚木基地にあった在日アメリカ軍は、当初同基地で実施していたこの FCLP を、1991年に騒音などの問題から小笠原諸島硫黄島での実施に変更していた。当初より厚木基地から硫黄島までは約1200キロという距離がデメリットと指摘されており、訓練に向かう搭乗員の負担や燃料コストの増加が問題視されてきた。重ねてアメリカ軍の再編成によって厚木基地の機能が岩国基地に移ると、さらに200キロ離れた形となったことで、ますますその負担が増加する状態となっていた。その一方、2007年に開発会社側から提案された馬毛島は、岩国基地から約400キロと近いこともあり、運用効率上からアメリカからも強く、その取得を要望された島となった。馬毛島は在日アメリカ軍のみならず政府、防衛省も、取得した後には自衛隊が使用、活用可能な拠点として、運用していく方向性だと示唆されている。単に、硫黄島より岩国基地から近いというだけでなく、馬毛島の位置が日本の島嶼防衛を考える上で、非常に重要な第一列島線に、ほど近い位置にあるためだ。広い領海に、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の島々を抱える日本にとっても、近年の防衛構想上から、馬毛島の地理的な重要度は高まったと考えられる。島嶼防衛という観点から期待される新設の水陸機動団も長崎、佐世保に駐屯しており、ここからも馬毛島は近いため、訓練の場としても申し分のない場所だ。また、護衛艦出雲、加賀の改修工事に伴い、その後に航空自衛隊が運用していくこととなる F-35B ステルス戦闘機の演習など多様な用途への対応も可能だろう。無論、あくまで軍事的な利用の副産物と言えるものかもしれないが、大規模な天災などに向けた救助任務などでも必要物資の集積地としても稼働する拠点となろう。しかし、一部には馬毛島のこうした計画について反対の声を上げる向きがあることもまた事実であり、無人島だからと簡単に軍事利用することへを危惧する動きもある。そうした中、前述のように県の所有者である開発会社は代表の交代劇を経て、防衛省に対し一旦合意した売買交渉を打ち切ると通告する事態に発展している。現時点では馬毛島の去就は未定と言うべき状態だが、日米両政府が2011年に取り交わした文書に明記された島でもあり、今後の動向に注目が集まる。一部からは、一旦合意した160億円の売買額をさらに引き上げるための開発会社側の工作との声も聞かれ、政治的決着がどう下されるのかがポイントと言えそうだ。